幸せとは分かち合えるもの、悲しみは分け合うもの。あっちがまだね、まだない B、うん、じゃあ B 補充から向かぎして、それが終わったら小田さんですから。いつもだって守ってくれた。喧嘩は2回ぐらいあったっけ。今知らんところであるんかもしれないけど、言い争いはよくあるけど。さっきみたいに喧嘩とかもたまにあって、まあ思う喧嘩の話やめとこ。思うことがちょっと違った意味くるんで、本当に頼もしい限り、ええ、一緒にやってて楽しいですね。未来への贈り物、太陽も月も誰一人残さずちゃんと照らすように、同じ時を。だん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 もう高齢化していく中で、選果作業っていうのは本当時間かかる仕事で、まあ、少しでもこう箱詰めが簡単にできるんだったら本当変わると思うんで。お父さんを超えるような。あんまり高い感じじゃないっけ。いやいやね、追いつけるように頑張っていきたいなと思ってます。まあ、若い生産者が本当にちょっとでも増えていって、まあ、産地が盛り上がっていては本当嬉しいなと思うんですけど。